石川県立美術館は、石川県金沢市では町にある美術館である。1945年10月、石川県美術館として、金沢市本田町の旧北陸海軍艦を改装して、開館するが、同年末占領軍によって接収される。1959年、谷口義郎の設計により、同米で開館。1983年に近接する現在地に、 移転とともに現在の名称に解消。石川県にゆかりのある作品を中心に収集。1997年石川県文化財保存修復工房が付属され文化財の修復にも力を入れている。2005年には地元の事業家から浮世絵版画2224点の寄贈を受けている。2008年に設備の老朽化に伴う大規模改修が完成。 1991年から島崎進が28年に渡り館長を務め、公設では全国最高齢の現役の美術館長だったが、2019年12月に死去。2020年9月からは公認として前文化庁長官の青柳正樹が就任した。第1から第9までの展示室と前体育徳会村業格文庫文館の樹質を持つ。 第一展示室には、野々村一清の手による、国宝、色絵記事号炉と重要文化財、色絵メス記事号炉の2点が展示される。前田育徳会尊業格文庫文館は、前田市の文化財を管理する、前田育徳会が所蔵する、こと教格文庫の美術工芸品を月ごとにテーマを、決め展示する。久す森影式公作図国宝重要文化財以下は、石川県内の社寺。 個人からの帰宅品。国宝重要文化財、大正時代に建築された高坂別館を大きなガラス張りのカフェ2008年の大規模改修を機に、それまで、美琴と教革文庫の帰宅品を保管していた、展示室が広坂別館、石川県文化財修復工房として改修整備された。表具修復室、出芸品修復室、展示スペース、和室などを備える。 展示スペースでは、職人が文化財を修復しているところを間近で見学できる。建物は、加賀藩の筆頭家老本田市の神屋敷があった地に、1922年旧陸軍によって、第9師団の師団長官舎として建てられ、戦後は、米軍省交換舎、金沢家庭裁判所、石川県児童会館、野鳥園、休憩館などに使用されたものである。無料区画である。 エントランスホールに、石川県の伝統工芸品や収蔵品の複製などを販売するミュージアムショップと、石川県七尾市出身のパティシエ辻口博信がプロデュースするカフェ、ルミューゼドアッシュ金沢が入る。石川県立美術館金沢駅西金沢駅、金沢西、IC 白山 IC 金、宅斗 IC 金沢市における位置、石川県立美術館、 所蔵品データベースにある3220点と、石川県立美術館浮世絵版画データベースにある2224点を合算。AB、新館長に、青柳前文化庁長県立美術館、来月1日付2020年9月12日、閲覧。点数の方は、揃い物を1枚1点、続き物を続きで1点として数えている。ABC、 大型ガラスで開放空間新建立美術館20日に改装オープン北国新聞2008年9月12日島崎進氏が死去87歳県立美術館長2020年9月12日閲覧本田屋や屋敷を結ぶ道跡県立美術館敷地で金沢市確認当主らの近道か北国新聞2009年10月23日 石川県立美術館概要所蔵品図録。ありがとうございます。